ね、今回はまあちょっと前段私の方でですね、まあ、集客を最大化するためのまあコラボ戦略っていうね、ちょっとお話をさせていただきたいなというふうに、思います。で、これはですね、まあ皆さんが、まあいつもですね、まあインスタグラムであったりとか、まあ、SNS での情報発信をして、まあ LINE リストを集めて販売していくっていう流れをね、実践されていると思うんですけども、今日お話しする内容っていうのはね、まあやっぱりその LINE のリスト、ね、リストビルディングをやっぱ集めていくというのがすごい重要だとっていうところで今インスタと各種 SNS やってると思うんですけども、まあこれでもちゃんとやれば売り上げ上がります。ただ、これを長期的にですね、安定をさせていきたいであったりとか、より売り上げを最大化させていくっていう風になった時には、やっぱこれだけだとどうしてもやっぱり限界っていうのは、これどの媒体もそうですよ。ブログ集客もそうだし、YouTube だけでもそうだし、絶対やっぱ限界って来るんですよ。ってなった時に、普通だったらね、じゃあインスタ集客で限界まで集めて売り上げを上げた。でもその先はどうすればいいの？じゃあもうその先は広告行こうって言って結構広告に行く人が多いんだけど、まぁ、ちょっと待ってっていう話ですね。まぁ、できるんだったら、お金をかけずに売り上げを最大化する方法はないかっていうのを考えるのが、まぁ、企業家としては当たり前であると。ね、企業家ってできるだけお金をかけずに最大限の利益を生み出すにはどうすればいいのかっていう思考でまずやっぱ考えていくと。で、それでもどうしようもない場合は広告をかけるっていう形になるんでね、まぁ、最終手段です。で、まず今日はね、お金をかけずに他の人の力を借りて売り上げアップする方法っていうテーマなんですけど、これがいわゆるその最初に話したコラボ戦略っていうやつですね。まあ、これうちもちょこちょこやったりしてるんですが、まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、皆さんの場合とかであれば、まあ、生徒さん同士でとかね、学科生さん同士とかで、まあ、コラボで一緒に YouTube ライブをするとかっていうのは、これ結構ね、効果的だったりするんですね。またはそのコラボで第三者の人とかに DM を送って一緒にライブコラボしませんかみたいな形で営業していって、一緒にライブするとかね。で、お金一切払わないです。で、まあ、これちょっとコツがあるんですけども、まあ、あとは常にコラボできそうな人はいないかっていう視点で、まあ、アンテナを張るっていうのがすごい重要で、で、実際ね、例えば YouTube ライブとかサイトの例でも、僕も結構バンバンコラボ、まあ、ちょっと人によってはちょっと審査制になるんですけども、まあ、させていただく場合もあります。で、コラボすることでですね、お互いの売れてないリストっていうのは絶対あるんですよ。例えば、皆さん、これはうちの会社もそうです。うちの会社でもやっぱ売れてないリストってやっぱあるんですよ。で、これ皆さんもそうですよね。売れてないリストってあります。ってなった時に、まあ、これはですね、同じリスト数とか同じチャンネル登録者数でないと、ちょっとウィンウィンにならないので、ある程度同じ人と組む必要があるんですが、じゃあ僕が例えば仮に300リスト LINE 持ってますよ。で、自分と同じ業種、同業者の人で300リスト持ってる人がいるよってなった時に、この人一緒に組むと、競合他社だからバチバチになってあまり相乗効果生まれないんじゃないのって思う人もいると思うんですけど、そうではなくてですね、むしろそれだったら無料でお互い組むことによって、こっちのリストで売れなかった人はこっちの方で売れることもあるよね。逆にこの人と組むことによって、一回ライブすることによって、こっから入ってきた、この人のリストから入ってきたリストで自分の商品が売れるってことは全然あるわけですよ。お互いの売れてないリストをシェアし合うことで、そこから売り上げが上がるとなれば、お互いウィンウィンですよね、という形で、じゃあ無料で組みましょうっていうことが、まあ、論理上可能になるということになるので、これは結構ね、交渉とかでもですね、結構メリットが伝われば、じゃあぜひやりましょうよって結構なる方多いですね。で、これも昔僕は結構コラボ昔しまくってたし、SYK 立ち上げる前もね、僕自身昔いろんな企業塾で入ってたコミュニティの人とかでも結構ターゲット近いなと思って同じリスト数の人とバンバンコラボしてたんですよね。YouTube ライブで。そこでまあ、で、リストがお互い循環されていって、で、結構売り上げを上げていたっていうのを僕昔やってたんですけども、これはね、ゆくゆく戦略として、で、まずメリット1個目ですね。コラボすることメリット1個目。まあ、通常アプローチできなかった層の人たちにもアプローチできるわけですよね。で、一緒に組んだ人が持ってるリストの人に対しても自分という存在を認知させることができるので、認知は拡大できるわけですよ。だからコラボしないよりはした方が早く有名になるって話ですね。まあ、実際 YouTuber とかでもですね、有名な人だったりとかもそうですけど、やっぱバンバンコラボしまくってるわけですよね。まあ、そのやっぱ頂点とかで言うと、やっぱビジネス系 YouTuber ってやっぱ、鴨頭さんとかね、もうめっちゃいろんな人を、春木海さんだったりとか、もういろんな人とコラボをしまくって、よりね、影響力を強めてるってわけなんですけど、人ってのは、インターネット上でその人の名前を2回から3回見るとですね、この人は有名人なんだっていう人は思います。だからこそ、できるだけいろんな人とコラボしたことによって、この人のチャンネルでもこの、北野さんいるよね、この人のチャンネルでも北野さんいるよねっていう状態にやっぱしていきたいわけですよね。で、さらに、有名になれるでしょ？で、通常はアプローチできなかった層にも、アプローチできるんで、その人が商品買ってくれる可能性がある。そして、チャンネル登録者数が、まあ、コラボすると結構増えるんですよ。まあ、僕とも1回コラボすると30人ぐらい登録者数増えたりするんですけど、まあ、っていう形で結構やっぱやっていくのは、やっぱ早いですよね。はい。っていうことになります。まあ、いわゆるリストをシェアしましょうって考え方ですね。で、次、コラボすることのデメリットなんですけども、ターゲットがですね、互いにずれていると、もう相乗効果起こらない。最悪ですね。例えば、僕自身がダイエットコーチをやっていました。ね。ダイエットコーチをやっていた。
で、僕がですね、じゃあ僕のお客さんはあれですよ、もうダイエットしたいってお客さんなんですよ、に対してお相撲さんのリストばっか持ってる人と一緒にコラボしたらもう水と油なわけですよ。もう全く相乗効果が起きないですね。だからやるんだったら、例えばじゃあ企業支援やってる人と企業支援やってる人で組むとか、副業支援やってる人と副業支援とか、もしくは副業支援やってる人と企業支援とか、集客コンサルやってる人と企業支援やってる人で組むとか、まあこれだったらまあ結構近いんでいいんですよっていうふうに、まあ、見込み客のターゲット層が同じようなリストを持っている人と組まないと意味ないよということですね。で、二つ目の注意点が、お互いのリスト数やチャンネル登録数が同じぐらいじゃないと意味にならない。まあ、当たり前ですけども、うちの会社だったらリスト数4万リストぐらい持ってますと。で、片や100リストしか持ってないっていう場合とかあったら、うちと組んでも逆になんかこっちが損しちゃうよということになったりしますので、やっぱある程度対等にね、無料で組むってなった場合は、ね、自分が LINE300 リスト持ってるんだったら300リストぐらいの人と大体組むとかですね。チャンネル登録者数も同じぐらいの人と組んだ方がまあいいよねということになります。でも逆に組むにしても相手もあまりにもリスト数が少ないとかチャンネル登録者数少なすぎても意味はないので、まあ組むんだったらまあチャンネル登録者数500人以上最低でもね。とか、あと LINE アットのリスト300リスト以上の人とやっぱ組んだ方がいいよねということになりますので、そうなると自分もまず300リストまで集めないといけないということになりますが、ある程度その土台に上がればですね、300リスト以上になればいろんな人を結構組めるようになると思います。で、あと3つ目はですね、組む相手間違えると名前やブランドがマイナスになるって話で、これよくね、名前汚れてる人っているんですよ、たまにね。よく名前調べるともうめっちゃ詐欺って記事が出てくるみたいなね。まあ、これは、なんでそういうことが起こるのかっていうと、まあ、その人は本当に悪い人って場合もありますけど、その人は悪気なくても、いわゆるプロダクトローンチみたいな売り方をしてる人とかって結構名前調べるともう普通に詐欺とか、集団訴訟とかってもう名前が出てくる人とかはもう即アウトですね。もうそういう人とはもう一切かからない方がいいと。いうことになりますんで、まあ、組む相手をね、間違えると自分のブランドも下がるし、自分もなんか詐欺師っていう風にね、レッテルを貼られてしまう可能性もあるので、まあ、そこはちゃんと堅実とかクリーンにやってる人と、まあ、組む必要は、まあ、ありますよということですね。この3つは気をつけてください。まあ、ちゃんとね、やっていけば、まあ、ちゃんとコラボすることでメリットは大ですと。で、じゃあやることとしては、まあ、ある程度 LINE のリストが、まあ、300リストぐらい超えてきたら組めそうな人をリストアップしていきましょうよということなんですけども、で、組めなさそうなレベルですね。まあ、自分があまりにもリスト数少ない、チャンネル登録者数まだ全然少ないと。まあ、チャンネル登録者数少なくてもリストがあればね、組めるんで、300リストまで行ってないよっていう場合は、まず自分がレベルアップをする必要があるんで、まずそこにね、自己検査をして、そこまで高めていくと。で、その段階になったら組める人に、まあ、どんどん DM 送ってったりとか、まあ、生産同士でなんか、組んでったりとかね。まあ、今だったらやっぱ交流会とかもありますんで、その、じゃあ、うちの学校の交流会とかで一緒に組めそうな人がいたら、そこでね、話をするとかですね、一緒にコラボしませんかとか、まあ、そういう機会っていっぱいあると思うんでね。はい。ぜひこれもちょっと頭の片隅に入れといていただきながらね、コラボ戦略で売り上げを最大化するっていうのをね、やってみていただければな、というふうに思います。